自業自得だ。くしょー、憎むような目、嫌だったものに自分がなっていたよ。くそ、無駄に張り合って相性最悪、連携ゼロ、こんなんでトップヒーローにかなうわけがねえ。もしお前もそう思ってんなら下から救い取れ、炎と風で閉じ込めろ。二次試験はギャングオルカを閉じ込めたけど、そう簡単にはいかないみたいだ。トドロキ君と止血の人が危ない。始めよう。雨降って地位固まる。過ちに気づき取り返さんとする。そういうあがきは嫌いじゃないな。風を使う個性、なんですぐ思い出せなかった。こんなうるせえ奴を否定するために。見てなかったんだな、本当に。過去も血も忘れたままじゃいられねえんだな。だが先ほどまでの愚行が消えるわけではない。で、次はねえよ。とどめだ。二人から離れてください。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。新しいスタイルで突撃。こうしていく。全員私を連れてく。ここからケンタバス、ヤスミンに合わせる。セルト、ショータン、ケマを蹴りだ。見逃すな。自由などない。次、よっ、止まれ。キック、ここで出せる。外来フェイスを打ち勝とう。自由などない。朝はぎ、打ち勝とう。せい、私を舐めるな。これくらい朝新しい技で逆境を務めた。ぬるく行き過ぎたな。いいぞ、こっち掴んできてる。ニューストーリー。ただいまをもちまして、配置されたすべての傷病者が危険区域より救助されました。誠に勝手ではございますが、これにて仮免試験全工程終了となります。終わった。高速用プロテクターが動きづらいなど言えないな。あの炎の渦はそれほどに見事だった。そして乾燥によるダメージからの奴の奇襲、試験が長引いていれば、あるいは ギャングオルカを閉じ込めたけど、二次試験が終わり、始めよう。二次試験が終わり、合否の発表。危機的状況でどれだけ間違いのない行動が取れたかを審査したらしい。僕らのクラスは轟君とかっちゃん以外はみんな合格していた。轟、ごめん。あんたが合格逃したのは俺のせいだ。
俺の心の狭さのごめん。もともと俺が撒いた種だし、よせよ。お前が直球でぶつけてきて気づけたこともあるから。これにて仮面試験は無事に終了。デク君も本当に本当に嬉しそうだったな。いろんな人に助けられてきて、いろんな人に迷惑かけてきたから、だからなんて言うんだろう、成長してる証みたいでなんか嬉しいんだ。お母さんとオールマイトに早く見せたいな。二次試験が、ガッちゃん話って始めよう。仮面試験が終わり、寮に帰ったその日の夜、僕はカッちゃんに呼び出された。個性の話。ずっと気色悪かったんだよ、無個性で出来損ないのはずのてめえが。どういうわけだか遊泳合格して個性発言しててよ。てめえ前に言ってたよな、自分の個性は人から授かったものって。オールマイトからもらったんだろ、その力。個性の話と言われた時、何のことかはもう分かってた。言いつけを守らなかった報いだった。聞いてどうするの。てめえも俺もオールマイトに憧れた。石ころだと思ってたやつが、知らん間に憧れた人間に認められて。だからよ、戦えや、ここで今。え、待ってよ、なんでそうなるの。てめえの何がオールマイトにそこまでさせたのか確かめさせろ。来いや。マジでか、ガッツァ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。てめえの憧れの方が正しいってんだ。じゃあ俺の憧れは間違ってたのかよ。間違ってるわけないじゃないか。俺の憧れが間違ってるなんて誰も。待ってってば。ここでいかない。いつも死にやがったのに、どんだけぶったたいてもいつも背中に張り付いてやがったのに。文句あんのかよ。どさこのてめえが力をつけてオールマイトに認められて強くなってんのに。なのになんで俺は。さあこれだ。押していく。焦ろ。えってやだ。勝つんだよ。僕は諦めない。ぐらい。ふっ、誰か。いやらしい、そんでろ。うわぁ。待ってろ。勝って証明する。でぇ。ぜぇ。てめぇ。ふっ、誰。何笑ったんだ。ごめん。ごめん。ぐらい。焦ろ。死に力もか。今日は。ぜぇ。これが倒れろ。速度を上げて。あっ、わざわざ覚えてやがれ。ウィン。いいぞ、こっち掴んできてる。しまったんだ。俺が強くてヴィランにさらわれなんかしなぎゃあんなことになってなかった。どうすりゃいいかわかんねえんだよ。ずっと抱え込んで、僕なんかより
ずっと悩んでたんだ、考えてたんだ。この戦いに意味なんてないかもしれない。それでも僕はやらなきゃ。かっちゃんの気持ちを今受けられるのは僕しかいないんだから。やるなら全力だ。何もねえ野郎だったくせに俯瞰したような目で見てきやがって、態度が目障りなんだよ。僕にないものをたくさん持ってた君はオールマイトより身近なすごい人だったんだ。だからずっと君を追いかけていたんだ。勝利の権化、悪いけど君に勝ちたい。僕を選んでくれたオールマイトに応えるために。負けるか。俺の勝ちだ。オールマイトの力、そんな力を持ってもてめえのもんにしてもなんで負けとんだ。かっちゃん、話ってどこまで行くんだよ。ちょっと待ってよ。緑谷少年、始めよう。そこまでにしよう。二人とも悪いが、聞かせてもらったよ。気づいてやれなくてごめん。緑谷少年は非力だけど誰よりヒーローだった。君は強い男だった。すでに土俵に立つ君じゃなく彼を土俵に立たせるべきだと判断した。俺だって弱えよ。あんたみてえな強え奴になろうって思ってきたのに弱えから、あんたをそんな姿に。これは君のせいじゃない。どのみち限界は近かった。ただ君の強さに私がかまけた。抱え込ませてしまった。すまない。君も少年なのに。緑谷少年が爆豪少年の力に憧れたように、爆豪少年が緑谷少年の心を恐れたように、気持ちをさらけ出した今ならもう分かってるんじゃないかな。互いに認め合い、まっとうに高め合うことができれば、助けて勝つ、勝って助ける、最高のヒーローになれるんだ。そんなん聞きてえわけじゃねえんだよ。お前、一番強え人にレール敷いててもらって負けてんなよ。強くなるよ、君に勝てるよ。デイクとあんたの関係知ってんのは、バレたくねえんだろ、オールマイト。あんたが隠そうとしてたから、クソデクみたいにバラしたりはしねえ。ここだけの秘密だ。オールマイトはカッちゃんに話した。巨悪に立ち向かうため、代々受け継がれてきた力ということ。傷を負い、限界を迎えていたこと。そして、後継者を選んだこと。秘密は本来私が頭を下げてお願いすること。どこまでも気を使わせてしまってすまない。結局俺のやることは変わんねえや。ただ今までとは違え。デーク、お前が周りを見て吸収して強くなったように、俺も全部俺のもんにして上へ行く。選ばれたお前よりもな。じゃあ僕はその上を行く。
行かなきゃいけないんだ。僕とオールマイトの秘密が三人の秘密に。以前と違って僕とかっちゃんは真っ当にライバルっぽくなったような気がする。ヒーローインターンの説明に始めよう。かっちゃんとの喧嘩から数日が経ち、今日から本格的にヒーロー活動ができる。ヒーローインターンの説明をするため、現 UA 生のトップ、通称ビッグスリーが来てくれた。自己紹介、俺からか。ダメだ、ジャガイモだと思って望んでも、頭部以外が人間のままで、依然人間にしか見えない。頭が真っ白だ。辛い。帰りたい。天敷くん、そういうの蚤の心臓って言うんだって。人間なのにね、不思議。彼は蚤の天敷たまき。それで私がアドねじれ。橋戸さんの角折れたら生えてくる。動くの。ミネタくんのボールみたいなのは髪の毛。散髪はどうやるの。どの子も不思議。大鳥は俺なんだよね。ゼント。ゼント。タナンつってね。よし、つかみは大失敗だ。1年からか。始めよう。自己紹介のつかみで滑り倒してしまった俺たち3人、何が何やらって顔をしてる1年生に俺たちの経験をその身で経験してもらうことにした。君たちまとめて俺と戦ってみようよ。早速着替えて体育館に集合だよね。ミリオ、やめた方がいい。立ち直れなくなる子が出てはいけない。昔挫折しちゃってヒーローを諦めちゃって問題を起こしちゃった子がいたんだよ。大変だよね、トウガタ。ちゃんと考えないと辛いよ。これは辛いよ。我々はプロとも戦っている。そしてヴィランとの戦いも経験しています。心配されるほど俺ら雑魚に見えますか。お前らいい機会だ。しっかり揉んでもらえ。その人トウガタ・ミリオは俺の知る限り最もナンバーワンに近い男だ。プロも含めてな。うん、いつどっから来てもいいよね。一番手は誰だ。僕、行きます。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。元気よく行くよ。次、スリー繰り返せ。それ行くよね。これまでの成果をやってやるぞ。行かないんだな。パワー見えてるよ。おー、くらう。引き上げ。こっちの使い。やだ。パワー行け。それでも救う。やだ。まだいける。一直線だ。まだまだ。よいしょ。次、これでどうだ。僕は諦めない。よいしょ。まだまだ受けて。修行か。ウィーン。なぜ強いかって、やっぱり予測ですよね。ニューストーリー。バープ、すり抜け。からくりはなんだ。すり抜けの応用でワープしてるのか。
ワープの応用ですり抜けてるのか。俺の個性透過強かった。ワープ風の移動はその応用さ。全身個性発動すると俺の体はあらゆるものを地面ですらすり抜ける。すり抜けるしワープだし強すぎって、あれ地面に落ちてたってことですか。そう。そして地面への落下中に個性を解除すると不思議なことが起きる。質量のあるものは重なることができず弾かれてしまう。つまり俺は瞬時に地上へ弾き出されてるのさ。これがワープの原理。体の向きやポーズで角度を調整して弾かれ先を狙うことができる。攻撃は全てすかせて自由に瞬時に動けるのね。やっぱりとっても強い個性。いや、強い個性にしたんだよね。発動中は肺が酸素を取り込めない。光や振動を透過させ何も感じることができないんだ。この個性を生かすには予測とそれを可能にする経験が必要だった。インターンにおいて我々はプロとして扱われる。それはとても恐ろしいよ。けど学校じゃ手に入らない経験は力になるので、怖くてもやるべきだと思うよ、1年生。大きすぎる個性のデメリット。しかし持てる力を生かすために経験し予測を身につけたこの人は努力でトップを掴んだ人なんだ。待ってください先輩、始めよう。1年生に怪我させるかと思ってたの。でも全員怪我なしで偉いなーって。面白い子いた？気になるの。不思議。面白い一番手の子、俺の初手を分析し予測した行動だった。サーが好きそうだ。東方先輩、もう一度僕と戦ってください。それで僕が勝ったらインターン先に紹介してください。君はなんで俺に。サーナイトアイ事務所でのインターン、オールマイトに紹介してもらえないか相談したんですけど断られちゃって。でも先輩からならって。グラントリノからサーナイトアイのこと聞きました。インターンを受け入れてもらえるように僕を紹介してもらえませんか。僕の個性はオールマイトによく似ているので、あなたのサイドキックとして働いていた彼の元でなら比較になると思うんです。断ります。分け合って彼とは気まずいんだ。正直合わせる顔がない。私からは紹介できないが、東方少年に頼んでみてはどうだろう。彼は現在ナイトアイの元でヒーローインターンを行っている。なるほどね。いいよ、俺そういう勝負嫌いじゃないからね。じゃあコスチュームに着替えて体育館に行こう。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。新しいスタイルで蹴り合わせ。これよいしょって言ってたからつれっせえぞ。足を使え。しずけ。休みなく。わけもないよね。ここから。僕の形を。蹴る。蹴る。じゃあ足は。シュート。まっすぐに。いいぞ、こっち掴んできてる。アメージング。ニューストーリー。ミドリア君、君はどういうヒーローになりたい？僕がなりたいのは、どんなに困ってる人でも笑顔で
誰も心配させることのないくらい必ず勝って必ず助ける、最高のヒーローです。めちゃくちゃな目標だね。インターン先の紹介だけどさ、断る理由ないし、いいよ。いいんですか？ありがとうございます。ああ、もともとさあナイトアイが好きそうと思ってた。待ってください先輩、絶対に認めてもらう。始めよう。東方先輩にサーナイトアイを紹介してもらうために事務所へ連れてきてもらった。サーナイトアイは自分にも他人にも厳しいことで有名だけど、先輩曰くユーモアを最も尊重するらしい。そしてインターンを受けるには必ず一回は笑わせないとって、自分のわがままでここまで導いてもらったんだ。ここからは僕自身で開くんだ。ユーモアのセンスなんてない僕ができること、鏡の前で長年練習し続けたこれで。緑はエジクです。貴様、その顔何の顔だ。私をオールマイトの元サイドキックと知っての狼藉か。オールマイトにこんなシワはない。目元のシワは通常フェイスで約 0.6 センチ、シルバーエイジからは約 0.8 センチ、非常に不愉快だ。お引き取り願おう。あなたの元でインターンがしたいんです。今よりも強くなるためにお願いします。この契約書に印鑑を押せば契約成立となるわけだが、私は貴様を認められん。貴様が我が社にどう利益となるか、言葉ではなく行動で示してみるといい。3分以内に私から印鑑を奪ってみよう。私の下でヒーロー活動を行いたいのなら、貴様が自分で判を押せ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。この室内がどうなってもいい。とっとと。いいぞ、こっち掴んできてる。